皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。そしてシオピーです。はい、ということでようこそ近畿の極へ、来ちゃいましたよ。じゃあ私がラミエル貸しましょう。あざす。あなたに貸し、あなたを、いつも先、私のラミエルは毒我慢特営で毒営まついてます。はい、完璧です。ただ2人目のあなたのキャラクター見てください。これノブックスがね、ノブックスが身がうわーないんだよ。側室だから最後そうなんだよ、受けたらいいねってところですね。でアスナはね、一応特営ルはね、毒我慢特営ルはついてますね。うん、ついてますね。毒我慢ついてるってこと、はい、あ、ちゃんと若組ついてる。偉いっすね。若組しやった。私はでも抜けますよ。あ、手伝いはしないです。そう、私のキャラ貸すんで。うん、はい、初めてね。そう、そして手伝って勝っちゃったらつまんないじゃん。そうそうそう。じゃあどうぞスタートしてください。苦しみがね、何も分かんないってもダメ。そうそう、レッツゴー、行ってみます。地獄ですよ。さあステージ1、まず抜けられるかどうかってところ、まず。おお、なるほどなるほど。ステージ1ね、うん、共感の毒炎地。うん、まあもう毒やべえよってのはすぐ分かんない。そうね、はいはいはい、あなたの動きを見てますから私は。こいつ仲間に当ててみようかな。そうですね、私はまずリタイアして抜けます。ああ、はいはい、じゃあ、あとはよろしくお願いしますね。おお、ね、はいはい、まあ解けますよね、まあ、うん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 、今のやつ危ないよって思ってますか。あれはでも毒ですね。ラミエルが毒を持ってる仲間に触れることによって毒を回復することができます。あ、ということはじゃあ今さ、ここにいる今のやつは毒かかっちゃってるから触ってもダメだよね。何言ってるんですか。さ、もう毒にかかってないやつが直せんだよね。まず何言ってるかわかんないです。あの、中身に触れればそれを直すことができるんです。直すことができる、はい、状態上回復持ってるんで、うん、はい、何言ってるかわかんないです。あ、そう、いいね。こういうことですか。間違ってますよね。あの、別に倒してないですよね。これ、倒し込んでると回復される。前段回復か。そう、ただ全回復じゃないんで。あー、うん、そこまで怖いもんではないかな。なるほど。いやー、近畿は難しいですね。ブロックにね、当たってますかね、それは。当たってない、ナイス。はい。で、残り5だよな、ね。そうだね、左上の残り5、気をつけないといけないですね。まっすぐりでーす。HP 意外と10万もあるんだ。なかなかの才能ですね。なるほど、あ、いいですね、真ん中倒した。さあ、ただこれ次のアスナは動きづらいですね。ね、うん、さあ毒を食らっている、毒を食らってはいるけども、うん、まあ、毒我慢のについてますからね、言うてね。よし、ちょっと行きまーす。行きまーす。ですか。もうちょい行きます。あ、でも上投げたのはでかい。おお、本当だ、減るね。うん、ガッツリ減っていくんでね、そこ大変ですよ。おお、うまい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 、あ、いいっすね、うまい、おい、ナイス、ステージ1受けました。この減りが怖いよ。そう、意識がどんどん減っていくんだよ、うん、難しいですわ。で、震え上がるレベルですわ、うん、あ、でもいいじゃないですか。ステージにはそんな難しくないですね、実際。まあ、スルトを処理しながら左の、そう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 、スルト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 とスルトを食べるよ山崎くん。なんでちょっと、いや、下のやつなんかはまる方法ないかなと思ったんで。ああ、なるほど。うん、ミスったですね。ミスったですね。なるほど、いいです。あ、結構いいじゃないですか、それはまれるかな。一定一冊しないと、うん、回復されちゃうもんね。回復されるし、火ダメがでかくなっちゃう。うん、一手で一体は絶対出さないとですね。一手で一体は必ずね。そう、難しいけどね。まあ、それでいいんですよ。おいっすね、いいっすね、一冊、一冊は大事。ただ右の5ターンも死亡かな、あれ4ターン、今のやつね。で、これが3になるってことだよね。そうですね。さあ、どういう動きに
か下髭氏、まあ仲間に当てれば解けると思うんで、うん、ナイスナイスナイス、あいいじゃないですか、あいいじゃないですか、はいはいはい、あいつは行ってちゃんと倒してますね、えらいえらい、うん、それはえらい、そしてエロいです、エロいのはありがとうございます、ありがとうございます、え噛んだ、うん、もう噛んだ、もう元から噛んでっから何を言いたかったか分かんない、確かにこの人は何言いたかったのあれはタッチか、倒したか、ナイスだ、うん、下のさやつがこう跳ね返っちゃうっていうのを考えてなくてさ、はいはい、うん、いやいいんじゃないですか、でも今のところそんな悪くないと思いますよ、立ち回りは、うん、ありがたいですね、ねえ、わりかし悪くないと、他の当てていけばいいんじゃないかな、果たしてどうなるってことやら、うん、いいんじゃないですか、これ3面でラスボス全然違いますよ、まだまだ違いますあ、違ったんですよ、あ、そうなんだ、はい、まだまだマラです。中ボス。さあ中ボス位置ですね。あ、ただ当てやすいところにいるじゃないですか仲間は。一応当てやすいっちゃ当てやすい、うん。とりあえずこうするとはね、なんかこう当てていくと、うん、溶けてくれる感じはするから。そうですね。今あ、なるほどね、ブロックある。さあこれが痛い。で一ターンだけ、うん、その周りは回復が出ますんで。ヒングウォールが出ると、そうヒングウォールが出るんで、ヒングウォールが出る、ヒングウォールでそう行きながら、バンバン踏みながら、踏みながら当たりながら行っていいと、そうブロック強すぎてね、でもうん上下にブロックありますね、ただいいんじゃないですかこれ、これぐらいの角度ちょっとビシ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 、あうまいうまいうまい、いい回復いい回復、え意外といけちゃう、パティーンですかね、まさかこれは足してくれないんでね、でそうですか、そうじゃない、まあ、まあ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 でも悪くないと思いますよ、ピオキチないとね、うん、あれだね、ピオキチが弱いんですよね、うん普通に弱いピオ、あ、ピオピオ、あ、ピオピオピオナイスです、うん、こうそろそろこのね、うん、真ん中の中ボスのカウンターも気にしながらなんだろうなですね、うん、あ足りないか、まあ次で、まあ、回復もあるんでね、うん、悪くないと思いますよ、次でこれは、うん、その3人目のひよこになってるやつが毒我慢持ってないので、うんうん、ラミエルはその3人目のやつが毒がかかってから、うんうんうんね、もう直すしかない、そう直してあげた方が一番いいかもしれないですね、うん、うまい、これってさ、うん、今全部これ全処理してるけどさ、うん、真ん中の中ボス倒したら撤退とかしない？撤退します。あ、撤退するんだ。撤退します。なるほど。そこはね、とてもやりやすいと思います。撤退、撤退、撤退、撤退を食べると、お、ボスいった、初ボス？いや、これね、ラミエルだよ、これラミエル強いですよ、ほんと、うん、ほんとラミエルじゃないとダメです、うん、ちょっとひどいキャラゲーなんですけど、しょうがないですね、でもそれはそういうゲームで、 SST なんだ、あ、貫通タイプ、貫通になるんだけどめちゃくちゃ遅いんで、あ、そう全然だ、あ、これさ冴え渡るポコって感じです、これでいけるか、でしたっけ、でしたっけ、初手はあんまボスに触れないわけじゃん、すごいプラン、あー、そういう系ね、そういう系だし、そういう系、22回思い出す感じね、懐かしいですねあれね、これも多分ヒーリングボール、この今しかなさそうだね、うん、それ一旦しかないですか、回復した分が減ったって感じで僕にね、うん、はい、
じで、まあ、でもいい感じじゃないですか。うん、そうだな、仲間に当てていく前提でちょっとせやなっていうかな。はいはいはい、うん、まあもうちょっといってみよう。はい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 、これあれだな、地雷取っていかなきゃダメな感じだな多分。そうです ね、地雷は大事。あーやりきれねえか。あー一番危ないのはほんと3だな。333太陽の音ですね。光これでなるもんな、もしダメだったら作詞されるだろうから使っちゃおう、間に合わないだろうから次に行ってみます。行きます、行きます。魂の皆さん、天国は天国。すぐ止まっちゃうんですよね。そうそうそう。ガスやめてよ。おお、生きてる生きてる生きてる。あともあれだ。あのちょうどいいんじゃないですかそれ。あ、すると右上。うん、あ、そっか。そっか。仲間使えるんですよ。それいいじゃん。そっか。おしゃれだな。周りを回復できるんでしょ、しかも。そう、それはでかいな。拾っといて。うん。回復しとこう。行きます。私は今一の方が終わりました。マジ。いやーの感じ、俺あのそれ見てないから。おお、そうそうそう、あ、強いね。待って待って待って。でラスゲだよね。そう、しかもちゃんと触れたから、うん、オッケー。で、ラスゲ？ラスゲーで、ラスゲじゃなくて、気持ちいいじゃん。このゲージは簡単。僕は簡単です。簡単？うん。まあ色的は同じだよね。そうそうそう、そんな難しくないです。じゃあマスの。マッソってなってことは筋肉マンってことですか。そうそうそう、ゴーゴーマッソリングに一冊はした方がいいですね。そうなんだ、今の一冊はした方がいい。残念でした。どうですか、キンキの僕は。いや、楽しい楽しい。うん、マジ、なかなかド M ですね。ラミエル持ってないけど、うん、とりあえずさ、今いる適正って言われてるキャラ他にも持ってるんだけど、うんうん、そいつらに毒我慢をつけてやろうかなってすごく思った。あ、いいじゃないですか。でも毒我慢つければ楽になると思うんですよね。ああ本当に。いやー、これは頑張ってください。なんか渋い感じがした。本当ですか。なんか大人のモンストって感じした。あ、確かに、うん、大人のモンストですこれ。うんうんうん、そんなわけで、はい、キングスマンとしては、うん、今日何点でしたか。マナーが人を作りましたか。僕を作ってくれましたか。マナーが君を作ったのかもしれんが、うん、まだ0点だね。